さあ始まりました。勝手に WJBL ニュース。今回は2023-2024 W リーグレギュラーシーズンの第4週で個人的に印象に残った選手を一人選んで紹介したいと思います。そこでまず各対戦カードで活躍した選手を少し見ていきたいと思います。まず見ていく対戦カードはシャンソン対デンソー。この対戦は1勝1敗という結果でしたが、初戦はデンソー、マウリー・エブリン選手がチームトップの17得点の活躍で勝利に貢献。一方シャンソンはウチェ選手がダブルダブルの活躍でチームに貢献していました。2戦目はシャンソン吉田選手がダブルダブルの活躍で勝利に貢献。一方デンソーは高田選手が25得点の活躍でチームに貢献していました。続いて見ていく対戦カードは姫路対日立アイテク。この対戦は日立アイテクの2勝という結果でしたが、初戦は日立アイテク大原選手がダブルダブルの活躍で勝利に貢献。一方姫路は石巻選手が20得点の活躍でチームに貢献していました。2戦目は日立アイテク中野選手が両チームトップの25得点の活躍で勝利に貢献。一方姫路は遠藤選手がダブルダブルの活躍でチームに貢献していました。続いて見ていく対戦カードはアラーマーレ対山梨。この対戦は1勝1敗という結果でしたが、初戦はアラーマーレ佐藤千尋選手がチームトップの11得点の活躍で勝利に貢献。一方山梨はルーキーのコール選手が15得点の活躍でチームに貢献していました。2戦目は山梨土田選手が両チームトップの15得点の活躍で勝利に貢献。一方アラーマーレは奥村選手が12得点の活躍でチームに貢献していました。続いて見ていく対戦カードは愛新対トヨタ自動車。この対戦はトヨタ自動車の2勝という結果でしたが、初戦はトヨタ自動車山本選手が両チームトップの25得点の活躍で勝利に貢献。一方愛新は飯島選手が16得点の活躍でチームに貢献していました。2戦目はトヨタ自動車ソハナ選手がダブルダブルの活躍で勝利に貢献。一方愛新は梅田選手が14得点の活躍でチームに貢献していました。続いて見ていく対戦カードはエニオス対トヨタ防縮。この対戦はエニオスの2勝という結果でしたが、初戦はエニオス長岡選手がチームトップタイの15得点の活躍で勝利に貢献。一方トヨタ防縮は北村選手が9得点の活躍でチームに貢献していました。2戦目はエニオス高田選手が両チームトップの21得点の活躍で勝利に貢献。一方トヨタ防縮は川村選手が13得点の活躍でチームに貢献していました。続いて見ていく対戦カードは富士通対三菱電機。この対戦は富士通の2勝という結果でしたが、初戦は富士通林選手が両チームトップの21得点の活躍で勝利に貢献。一方三菱電機は根本選手が19得点の活躍でチームに貢献していました。2戦目は富士通林選手が両チームトップの24得点の活躍で勝利に貢献。一方三菱電機は笠木選手が16得点の活躍でチームに貢献していました。最後に見ていく対戦カードは東京羽田対新潟。この対戦は1勝1敗という結果でしたが、初戦は東京羽田岡田選手がダブルダブルの活躍で勝利に貢献。一方新潟は中村選手が11得点の活躍でチームに貢献していました。2戦目は新潟金沢選手が両チームトップの25得点の活躍で勝利に貢献。一方東京羽田は高原選手が15得点の活躍でチームに貢献していました。ということで簡単に各対戦の主に活躍した選手を見ていきましたが、それでは第4週で個人的に印象に残った選手を勝手に MIP として一人選んで紹介したいと思います。第4週の勝手に MIP は富士通の林咲選手です。第4週は各チームの主力選手の活躍が目立っていた週でもあり、激戦が多かった週でもありましたが、今回は林選手にしました。林選手はご存知の通りエニオスから今シーズン富士通に移籍し、富士通でどんな活躍を見せてくれるのか注目を集めていたと思います。日本代表でもキャプテンとして活躍し、代表活動が多かったですし、チームでの活動は限られていた面もあったと思いますが、開幕からしばらくの間は活躍はしていたものの本来の姿ではなかったと思いますし、なかなか状態が上がってきていませんでした。そんな中迎えた三菱電機との対戦では、初戦約26分出て
21得点、5リバウンドと活躍し、勝利に貢献すると、2戦目は約32分に出て、24得点、3アシストと活躍。2戦ともに両チームトップの数字をマークし、三菱電機との対戦で2連勝に大きく貢献していました。初戦では第1クォーターから林選手が躍動。持ち味の3だけではなく、積極的にドライブでも攻め、得点を量産。チームに流れを引き寄せていましたし、三菱電機のペースになっていた時も、林選手のバスケットカウントで悪い流れを断ち切っていました。今シーズンなかなか3が安定していませんでしたが、2戦目では6分の5沈める活躍で本領を発揮していましたし、林選手が活躍するとチームとしても安定して戦えると思います。もともと数字に残らないところでもチームに貢献できる選手ですが、今シーズンは数字でもチームを引っ張ってほしいですし、林選手が躍動する展開になれば富士通の女王復活へも近づくと思います。次週以降も林選手らしいプレーでチームを引っ張ってくれるか注目されます。ということで第4週の勝手に MyP は富士通の林選手を選びました。今回は第4週の活躍した選手を見ていきましたが、今回紹介した選手以外にも活躍した選手はいますし、数字に現れない活躍をした選手もいます。第5週以降も各チームで活躍する選手が必ずいます。ぜひいろいろなチームの選手にも注目していただけると嬉しいです。それでは今回はこの辺りで終わろうと思います。動画を見ていただきありがとうございました。次回以降の勝手に WJBL ニュースもよろしくお願いします。